にちは、グッドテイスト TV のヒロトです。本日レビューするのはこちらの製品になります。はい、ピカデリーマルチパーパスバームです。お値段が 28g で税込み1980円となっております。はい、ということでね、ピカデリーさん、このピカデリーポマードのピカデリーさんから出てるこちらはバームになりますね。久々にバームのレビューになるんですけどね、こちらマルチパーパスバームということで、もちろん髪の毛につけてパサつき防止とかダメージケアとかね、そういった使い方をできるのはもちろん、こちらリップ代わりに唇に塗ったりとか、あとはこうハンドクリームとかね、全身の保湿剤に使えたりとか、またシェービング後に肌になじませて皮膚のダメージを抑えてくれるっていうようなね、そんな使い方もできるようなバームになってますね。こちら特徴としてはですね、テクスチャーもすごくねっとりとして柔らかいですし、香りもこう自然由来っぽい、天然由来っぽい感じでね、あんまり強くないので、すごく大人の方でも使いやすいような感じになってるかと思います。はい、そんな感じで製品名の通りマルチに使えるバームになってるんですけど、一応今回もですね、マネキン使って髪につけて時間経ったらどう変化するのかっていうところを中心にレビューしていきたいと思います。はい、ということでぜひ最後までご視聴ください。チャンネル登録まだの方は先によろしくお願いしますね。まずパッケージから見ていきます。シルバーの缶の容器で 28g ってことで手のひらサイズですよね。バッグに入れて持ち運ぶのとかにはもちろん便利ですし、なんならリップとかみたいにポケットに入れておいても邪魔にならないくらいのサイズかと思いますね。蓋の部分アップで見てみるとこんな感じです。ピカデリーポマードなんかもそうですけど、おなじみのこのクラシックなテイストですよね。非常に渋くてかっこいいです。底の部分はこんな感じです。成分見てみても非常にシンプルな原材料で作られてるバームになりますね。はい、それでは蓋を開けてみたいと思います。白いテクスチャーでバームらしい見た目になってるんですけど、指に取ってみるとですね、この通りねっとりとした非常に柔らかいテクスチャーになってます。すごくこう硬く固まってて、ガリガリガリっと指で削り取るようなタイプのバームではないので、これだとねちゃんと狙った分量取れるのでね、すごく使いやすいですよね。はい、そしてこんな感じでバームなので、やはり手の熱で溶けてちょっと液体っぽくなりますね。完全にサラッとした液体状にはなりませんが、トロッとした感じですごいつるっと伸びていきますし、髪の毛だけじゃなくこうやって肌にもよく馴染んでいきます。はい、そしてこちら香りなんですけど、冒頭にも言った通りですね、あんまりこう強い匂い、余計な匂いがついてないような感じですね。こうオリーブ果実油を中心とした天然由来っぽい、自然由来っぽい感じの香りに、ちょっとこうスーッとした発火の香りが混じってるようなね、そんな感じでしょうかね。もうほんと非常にシンプルなね、バームらしい香りというか、素材のままの香りを生かしたようなね、そんな感じでしょうかね。またこれ髪とか肌につけてもほとんど匂いは出ないんでね、すごく使いやすいかなと思います。結構香りが強く出るバームっていうのも多いですけどね、特にこのチャンネルで紹介してるようなバーバー系ブランドのバームっていうのは、結構もうコロンのようなね、強い香りが出るバームが多いかと思うんですけど、こちらほとんど匂い出ないんでね、すごく実用的かなと思いますし、まあビジネスシーンとかね、まあいろんなシーンに使えるバームかなと思いますね。やっぱり非常にね、大人のバームかなと思います。はい、それでは続いて髪につけてみます。やはりバームなのでこんな感じで髪への馴染みは抜群中の抜群ですね。手のひらで伸ばした段階ではちょっととろっとしたような感じのテクスチャーでしたけど、髪につけるとヘアオイルをなじませてるような感じでね、さらっとよく伸びていきます。フォームも滑らかにスーッと通っていきますね。一応いつもみたいにオールバックで後ろに流してセットしてますけど、こちらのマネキンはもう最初からある程度こう後ろに肩がついてる毛流れができてるんで、こういった感じで流してまとめることもできますが、やはりセット力は弱いというか、まあバームなのでカチッとセットするような製品ではないですね。髪の毛につけるとしたらナチュラル気味のセットでまとめるとか、またパーマで傷んだ髪の毛のパサつき感を抑えるために使ったりとか、あとは髪の毛結ぶ方ですね、今流行りの万番ヘアとかにもすごくいいんじゃないかと思います。ポマードとかだとちょっとカチッとしすぎる、重すぎるけど、ヘアスタイリング剤何もつけないのはパサつきとかほげが飛び出てくるのが気になるという方は、こういったバームをですね、好みの量に合わせてつけるとテカるような艶やかなツヤ感から、自然な感じのツヤ感、まとまり感までいろいろ調整できるんでね、すごくいいんじゃないかと思います。今回は結構たっぷりつけてみたんで、ツヤは強めになってますね。そしてこのツヤの持続力も高いです。水分で出てるツヤではなく油分で出てるツヤなので、乾くこともなく時間経ってもほとんどつけた直後のまんまですね。ただこの通り時間経つと髪の毛垂れ下がってきたりとかはやっぱしますね。バームということで髪につけた時のホールド力は弱いです。また油分がついてる感じなので、バーム特有のこう少しベタつき感みたいなね、そういうのは出るんですけど、油性ポマ
マードと違うところはやはり髪の毛に強度があまり出ないというところですね。油性ポマードだとメーカーによってもちろんいろいろありますけど、基本的にはこう抑えたりとか形作ってキープできるような適度に重さのあるしなやかな強さみたいなのが出ますが、バームだとやっぱりこう軽いですよね。髪の毛に重さが出ずサラッとした感じさえするような、そんなつけ心地です。最後に洗い落としはやはり悪めになってますね。やはり油分がこれだけたっぷりついてると、綺麗さっぱり洗い流すにはシャンプー2回くらいは最低でも必要かなと思います。ただ肌につけても OK なくらい上質なオイルで作られてるので、髪にちょっと残ってても問題ないというか、むしろ髪の毛のリペア効果とかもあるんじゃないかというね気もしますが、それでもしっかり全部洗い落としたい方は、髪の毛シャワーで濡らす前に先にコンディショナーを直に揉み込んで、それからシャワーのお湯で流すと綺麗にバームも流れていくと思うんでね、そういった方法もおすすめです。はい、ということで今回はピカデリーのポマードではなくバームのレビューでしたが、非常にシンプルな原材料でテクスチャーもねっとりと柔らかく使いやすいですし、また香りもね全然強くないので、天然由来の香り、自然由来っぽい香りがしてね、やっぱりね大人の男のバームかなと思います。はい、ここにもね365って書いてあると思いますが、髪の毛だけじゃなくてですね、365日ほんと全身に使えるようなね、乾燥する季節もいいんですけど、今の時期とかもこう締め切ってクーラー浴びてね、オフィスワークとかしてると意外と肌やられますからね、僕とかもそうですけどね、非常にこれ一つ持ち運んどくとねすごく便利なんじゃないかと思います。非常に使い勝手が良くてですね、まあいろんなバームがある中でもかなり使いやすいバームなんじゃないかと思うんでね、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。はい、こんな感じで今回はこちらピカデリーマルチパーパスバームのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またレビューしてほしいスタイリング剤のリクエスト、コメント欄から随時受け付けております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。